太鼓山荘入口太鼓山荘は、京都市北区高上根北東部にある山荘で、古田織部美術館館長、宮下玄派の別邸であり、織部流作動教室などに使われている。その下方には広大な池に面した外苑、紅葉国庭園がある。この山荘は、戦前に人権省として、財を成した河村古法の本宅として建造された。現在は、古田織部が、 お話し集として使えた太鼓、秀吉の検証を目的として、江戸時代前期の茶室、戦前のス屋建築の主屋、石庭のほか、土蔵とともに整備された。母屋前の内縁は各所に巨石を廃止、滝の石組みともに、豪壮な造りである。建物は1934年建造のス屋建築であり、天然の北山杉のほか、現在では、 入手が難しい名簿が使われている。また敷地の一角には小堀演習作で日本一窓が多い後藤里市のりの茶室、用水亭が移築されている。これは江戸時代前期に上京区の用水園にあったものである。1934年日本物指の人権問屋の河村古法が本宅として造営。日本画家、橋本関節ほか多方面の名士が訪れる。 2013年から宮下玄派が保有、樹齢100年以上の梅の古木と紅葉がある、太公の間の狩の葉によるおいに、くじゃくず将兵が、ありがとうございます。